徳川家広です。この度は私は広島県の江田島というところで講演をすることになりました。会場はですね、風光明媚だ、そして部屋からの眺めが素晴らしい江田島荘という、リゾートホテルでございます。心からご来場をお待ちしております。